エジプト航空181便ハイジャック事件は2016年3月29日にエジプト航空機内で起きたハイジャック事件である。ハイジャック後、キプロスにあるラルナカ国際空港に着陸した。乗客乗員は犯人逮捕前に解放された。エジプト航空181便はアレクサンドリアにあるボルグエルアラブ空港からカイロ国際空港へ行く国内線の便で、 56人の乗客と7人の乗員が搭乗していた。離陸後、上半身に自爆ベルトを巻きつけたエジプト人の男、サイフ・エルディング・スタッファが強制的にキプロスのラルナカ国際空港へ向かうように要求。機体はラルナカ国際空港へ緊急着陸した。乗客の証言によると、キャビンアテンダントがフライト中に乗客のパスポートを集めた。着陸後しばらくして、 ほとんどの乗客は解放された。犯人はキプロスにいる、別れた妻と話したいと要求し、警察もそれに応じて、犯人の元妻を空港へと連れて行ったが、その後しり滅裂な要求を繰り返した。ラルナカ国際空港に着陸してから約6時間後、犯人はすべての乗客乗員を解放した。その直後、当局の用意したタラップを降りて投降し、キプロス警察に逮捕された。 逮捕後、自爆ベルトは偽物だったことが判明した。また、イギリス人の男性乗客が自爆ベルトをつけた犯人と機内で記念撮影したことが話題となった。航空機はエアバス A320 から200で、機体記号は SUGCB だった。2003年10月31日にエジプト航空に引き渡され、事件当時の機体年齢は12年だった。 ありがとうございます。